ずっと気になっていた。駅中温泉から列車が見える津南駅に行ってきたよ。新潟駅を11、7分発長岡行き、長岡を12、34発越後湯沢駅に乗って、越後川口駅に来たよ。ここから、飯山線に乗り換えて、津南駅を目指すよ。飯山線は非電化単線の路線で、本数が少ないから、予定を組んでから行くのがおすすめだよ。1時間近く機動車に揺られて、津南駅に到着。越後川口駅ではボックス席の半分以上が埋まっている状態だったけど、津南駅まで来ると片手で数えるほどしか乗っていなかったよ。今から私は3時間後の帰りの汽車まで津南町を観光させてもらうよ。このまま見続けてもらえると嬉しいけど、温泉の感想3分15秒からだからそれしか気にならない人はそこまで飛ばしてね。津南駅には4種類の駅名標があったよ。これは交換課の駅だった時島式ホームだった名残かな。のどかな駅だね。ここから中心部町役場までは2組くらいあるから、気をつけてね。駅としての主張が、弱すぎる。津南駅を出て、水がきれいな信濃川を渡るよ。ここの信濃川はすでに長野市とかを通り過ぎた水のはずなのにきれいだった。道の上を通る水路があったり、水面に山が反射しきれいな田んぼがあったりしながら、国道117号の町の中心部に出た。バスの本数多いね。10日の地域は1日15本あるみたい。ちなみに汽車は8本だよ。ただ、始発がバス6時40分、汽車5時52分、最終がバス19時20分、汽車20時1分。だったり、運賃が汽車の方が170円安かったり、汽車の方が便利な点もあるみたい。中心部に着いたということで恒例1回目の地元スーパー探検をするよ。行ったのはメルシー大有の店。ボランタリーチェーンの全日食チェーンのお店だね。十日町市津南町など中魚沼郡と呼ばれる地域のスーパーみたい。十日町では、ファミリーマートとのコンビニもあったり、FC やボランタリーチェーンには入っていなさそうなメルシー中里店もあったり少し調べたくらいでよくわからなかった。話してたら喉が渇いてきたよ。買い物しよう。買ってきたよ。炭酸水とサクうまチキンを買った。サクうまチキンは自分で袋に入れるタイプのお惣菜で、下の部分にだけ骨がついてて食べやすいフライドチキンだね。胡椒がよく効いていて冷めていてもとても美味しかった。買い物をした感想としては、通路が広く棚の低いので店内は開放感があったよ。品揃えは、よくはなく値段は一般的なスーパーとコンビニの間くらいだった。店員さんのレジでの対応はよく良いスーパーだったよ。温泉に入ることを考えて、早めに駅に戻ろうと思うよ。駅に戻ってきたけど、早すぎたから、少し回ってみよう。線路を越えて山の方に行くよ。山登り中。10分くらい登って、少し開けたところに出た。坂の山道を歩いて登るのって結構疲れるね。動物とか出てきても怖いし戻ります。この山道を登ると展望台があるらしいけど全く車来ないし、だいぶ不安になります。無事降りられました。津南駅の裏側に出ました。矢印のところに温泉があるのでしょうか？線路を渡って、駅に戻ってきました。それでは温泉に行ってきます。料金が津南町観光協会では500円となっているのですが、600円でした。貸しタオルは50円。風呂は2階にあって、温泉に浸かった状態では線路は見えない。風呂の縁に座ったり、温泉の中で立ったりすると、線路が見えた。温泉は、ちょうど良い温度で歩いた体に染みて、温泉ってこんなにいいものなのか、ってなった。数分待って汽車が来る時間になったが私以外に観光客はいなく、汽車が長野方面に行くのを見に窓の方に行くのは私だけだった。地元の方が5名ほどいらっしゃいました。高音を立て、進んでいく汽車100重慶を全裸で眺めるのはなんとも癖になりそうだった。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価よろしくお願いします。